米探査機クレメンタインが撮影した月の裏月の裏とは、月の地球とは反対側の半球である。月は自転と公転が同期し常に地球に同じ側を向けているため、地球から見て表と裏の区別がある。月の裏の大部分は地球から全く見ることができない。1959年、ソビエト連邦の月探査機ルナ3号が初めて観測した。なお、月の裏の目立つ地形は、この計画に関わったソ連の天文学者により命名されたため、ツィオルコフスキークレーターやモスクワの海などソ連にちなんだものが多く、フォン・カルマンクレーターやフォン・ノイマイクレーターのようなアメリカ合衆国にちなむものは少ない。裏の大部分は見ることができないが、正確にはことにより、測り道が発生し、裏でも表に近い部分は見ることができる。見ることができるのは全月面の約 59%、言い換えれば裏の 18% である。しかし、角度が水平に近く、期間も限られているため、観測条件は悪い。大きな海が多数分布する表に対し、裏は海がほとんどない。海の割合は表 30%、裏 2% である。また、裏は表よりも公転の起伏が激しく、月での最高点も南極エイト見盆地にある最低点も裏にある。さらに地殻がやや厚い。表は 60km、裏は 68km である。ほぼすべての衛星と、おそらくは太陽系外惑星のホットジュピターも、自転と公転の周期が等しく、表と裏の区別が存在する。ちなみに自転周期と公転周期が同じでなくても、有理数比であれば、例えば水星のように、太陽に長時間向いている半球と短時間しか向かない半球ができることがある。上述のように月の裏は、地球からの観測が困難であったため、様々なフィクション作品の題材にもなっている。1608年に、ヨハネス・ケプラーは、夢という小説を執筆しているが、この小説には、プリボレバと呼ばれる月の裏側半球の世界と、その世界の住人を描いている。月の裏側には、UFO の基地や地球外知的生命体の基地があると主張されるとし、伝説はよく知られている。ありがとうございます。